こんにちは。今回も人を大切にする経営計画書の話、特に方針編の話をさせていただきます。私は経営とは何かと言われると、経営とは財務とマーケティングプラスイノベーションと人づくりだというふうに考えています。特に中小企業の経営では何が大事かというと、成長することよりもまず財務を固めて絶対潰れない会社にすることが大事なんです。で、財務を固めるための道具としてこたつ式の月次決算書とか、または経営計画の数字編があるわけです。そして私はもう今42年目ですけど、いろんな中小企業、3000社以上の中小企業を見てきました。で、その中で経営計画の勉強会も中小企業家同友会で始めました。10年くらい経った時ですけど、仲間と16社くらいで経営計画書の勉強会、いつとか猿ヶ京で合宿をやりました。16社のうち今生き残っているのは3社しかありません。なぜ13社は潰れたかというと、売上が上がらなかったから潰れた。決して社員が働かなかったからではなくて、社員の質が悪かったからではありません。売上が上がらなかった。売上が上がらなかった原因は、社長が時代に合う商品サービスを作れなかったからなんです。だから経営で大事なのは、マーケティングプラスイノベーションなんです。これはドラッカーの言葉がそれを代表する。経営とは顧客の創造である。どうやってね、顧客を創造するかは、マーケティングとイノベーションである。マーケティングとイノベーションだけが成果をもたらす。こういう有名なドラッカーの言葉があるわけです。ですから、経営者は中長期的に常に新しい売り上げ、新しい取引先を探す。その能力がないと経営できないわけです。しかし、経営者が能力があったとしても、社員を道具のように扱ったり、コストとして扱って、社員がノルマ的にものを、ね、設定して、成果があんないと罵倒したり、そして社員の人格を壊すような経営者も世の中にいるわけです。そういう人が経営者になるべきではありません。いくら能力があっても。要するに、経営者だからって言って社員の人格と社員の家族を潰す権利なんてあるわけはないんです。経営者が本当に優秀ならば、ちゃんとそこら辺も踏まえて業績が上がるというふうに経営者は考えるべきだと私は思っています。そのために経営者が人格を向上するため、または社員とベクトルを合わせるため、ベクトルを合わせると一人一人の能力よりもチーム力がものを言いますから、そのチーム力によって経営は利益が出るっていうのが中小企業です。年間500社以上を支援する中で体系化した経営計画作成徹底解説セミナーを無料で開催中。黒字化率 79.9% を誇る当社のノウハウを3時間にギュッと凝縮、ワーク形式でお届けするからこそ生きた知識が身につきます。ぜひ参加をお待ちしております。詳しくは概要欄からご確認ください。むしろ一人一人の能力がそんなに高くなくても、チーム力によって成果が出るのは中小企業ですから、一人当たり全体の利益じゃない。中小企業は一人当たりの利益が200万とか300万上げてる会社いっぱいあるわけです。チームワークで、または1000万単位で一人当たりの利益を出してる会社も、うちのお客様だけでもう10社まではいかなくても少なくとも5、6社はあります。これもやっぱり経営者の戦略が新しくてチーム力があったからなんです。中小企業の強みは、大企業でも一人当たり1000万なんて利益出してる会社はほとんどないです。300万も珍しいぐらい。でも中小企業は5万とあります。で、それはチーム力のおかげなんです。で、そのチーム力に基づいて一番大事な戦略を練ってるのが、社長が商品サービス。だからマーケティングとイノベーションを作ってるからです。そして人作りっていうのは共有しなくちゃいけませんので、価値観を。そのための道具が人を大切にする経営計画書なんです。これは人づくりの教科書が経営計画書方針編なんです。それで今まで勉強をしてきました。今回は32ページからの組織の未来像について話します。この組織について今までやってきたのは、社員の未来像から始めました。この基本方針に、社員の未来像の中に1、社員の処遇、そして2、社員の未来像を掲げました。で、これは前回も言ったんですけど、これは素晴らしい言葉ですから、皆さん本当にこれを社員教育と自分教育に使っていただきたいと思ってるんです。働きがいのある人生って、これ大事な言葉です。多くのお客様がこの文章に惚れ込んで、メモしてくれたり、コピーしてくれたり、あと経営計画書を買っていただいて、自分の会社の経営計画書に活用してくれます。働きがいのある人生とは、やりがいと生きがいのある人生です。なぜかというと、みんな若い社員人とか普通の人はみんなやりがいって言うんです。
でもやりがいの定義は分かってないんです。やりがいとは自己実現と自分の成長、やった甲斐のあるもので自分のため、会社のため、業績のためです。給料所有地、自分の成長、自己実現を求めることになる。要するに自分中心の考え方、自己中心の考え方がやりがいなんだよというふうに定義してあげるんです。そうすると多くの人が自分中心のいかに生活をしてたか、自分自身の考え方をしてたかっていうのは気がつくんです。でもそれじゃダメだと。もう一つ大切なのは生きがいなんだと。生きがいとは生きる目的であり使命感、世のため人のために役立つ人生です。幸せな人生、人に喜ばれる、感謝される、志の同じ仲間を持つ、愛情親切の人生です。自分を大切に思ってくれる人たちに感謝しつつ、その人たちを手助けして喜ぶ顔を見られるようにします。社員同士の仲が良く、あの上司のためなら働きたいとか、あの部下を一人前にしたいというような濃い人間関係、信頼、尊敬、愛で築かれた関係を築きます。働きがいのある会社とは、人を大切にする経営をして、会社を取り巻く全ての人々を幸せにしようとする会社のこと。これが働きがいなんです。自分だけじゃダメなんです。それはやりがいなんです。それにプラス生きがいがあってこそ働きがいがある。それは自分の利他の心で、自分の周りの人のことも幸せにする、そういう考え方で経営することです。特にトップにはこの考え方が特に大事だと私は思っています。そういうことを覚えて、社員の未来像がここに書いてあるわけで、社員の未来像、このキャリアプランとか、社員の未来像中期ステップまでとかね、でやりました。こんな課題をお持ちではありませんか？数字が苦手で経営計画が立てられない、一人で計画しても一向に進まないし不安、数字が苦手な経営者が抱えるあらゆる問題、そんな悩みを解決してくれるのが、日本一優しい経営計画作成合宿。個別サポートで計画作成がスムーズに、一社一社に合った経営計画書の作成、年商3000万から50億まで、さまざまな規模の実績があります。100社以上の成功事例、あなたの経営も変わります。経営の未来を明るく照らす一歩を、今踏み出しませんか？詳細とお申し込みは概要欄よりご確認ください。